こんにちは、牛ワークです。YouTube、定番の、メントスコーラを使って工作します。今回は、メントスコーラに、金属加工をプラスして、すごいをお届けします。コーラにメントスを入れると、吹き出す力で、ペットボトルを飛ばす、銃を作ります。メントスコーラ銃を作ってみた。アルミの丸棒を、機械に取り付けて回転させます。削っていくよ。完成。銃のベースはコーキングガンを使用しました。トリガーを引くと振動が押し出される構造になっています。金属を削って作成したパーツをコーキングガンに組み込んでいます。メントスコーラの噴射を解放します。先ほど削ったアルミパーツにワンタッチ継ぎ手を組み込んで、組み立てて、完成。メントスコーラの噴射で何メートル飛ぶかな？メントスセット中。ここで、メントスがコーラに落ちて反応が始まります。振って、吹き出すパワーを貯めます。セット、完了。発射。なんか、思ってたのと違う。メントスコーラの力を過信しすぎていたようだ。スローでもう一度。1、トリガーを引いても発射されない問題。2、思いっきり腕で飛ばしてる問題。3、飛距離5メートル、しょぼすぎる問題。メントスコーラ工作。第1弾、これでは終われません。これって、ペットボトルロケットだよね。ペットボトルロケットの要素を追加した、パーツを新しく製作しました。メントスコーラの吹き出す力では、力不足だったので、空気入れで圧縮空気を追加します。満タンでは重すぎて発射されなかったので、コーラの量を半分にします。コーラはベタベタするので、水に変えました。メントスが詰まるのを防ぐため、メントスを入れません。美味しくいただきました。新、メントスコーラ銃、完成。空気入れで、ペットボトルに圧縮空気を入れます。暴発、地面を20メートル走りました。これは機体。発射。おーつえー。スローでもう一度。
メントスコーラに無限の可能性を感じました。メントスコーラ工作続編制作中です。牛ワーク。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また次回。